よし、新しいマップだ。おほう。シネマヌーベルって書いてあるのかな、あれ。あ、ここにも映画館あるんだ。改めて戻ってくると景色が全然違いますね。そちらに映画館もありますし、確か近代以降に開発されたエリアなんですよね。ああ、もともとでかい港が南の方にありましたが、民主革命に動力革命以降、大規模に開発されたみたいだな。さすがカルバード第2位の大都市ですね。あのビルもすごく大きいですし、これね。ラングポートトレードセンター、ラングポート貿易センタービル、通称航天楼だ、航天楼。今回は用はなさそうだが、ビル前の広場は人通りも多い。あそこの掲示板を確認したら適当に回ってみるぞ。あなたたちは。お前ここにもいんのかよ。ドロリー。あららら。確かタイレル通信のお知り合いですか。ああ、前にちょっと会った頑張りすぎる新米記者だ。どうしてここにいるんですか。まさか。またよからぬ企みを。依頼されての地方出張でな。そっちこそなんでいるんだ。その文化面の取材で来てて、そっちの取材は終わったんですけど、なんとなく事件の匂いがしたので、有給を使って滞在を延長してるんです。自主的な仕事のために有給使って滞在してるってやべえな。どんだけ仕事熱心だよ。そうなんですか。ありえない強運ってリンゴさんに言われてましたけど。ああ、それと一丁前に肌も効くみてえだな。ま、頑張ってくれ。それじゃあ俺たちは行くぜ。ついてくんなよ。ついてきてますね。むしむし。まだいます。隠す気ゼロですね。はあ。なんでついてくる？言っとくが、ジャコモの件についてもう言えることはねえぞ。何もねえぞ。あれはもういいです。いつまでも過去の事件を追っても仕方ないですし。だったらなおさら俺たちに用はねえだろ。ふふん、そうでもありません。どうもあなたの周りではいろんな事件が起こっているようです。首謀者ではないにせよ、事件を引き寄せる何かがあると私は踏んでいます。なら、後をつければ、自然と事件に遭遇して、スクープチャンス間違いありません。もうコナン君についていった方がいいんじゃないかな。どうか、私のことは気になさらず、いつも通りに行動してください。できるか。さすが、タイレル通信期待の新人。大したもんだぜ。何？ここだけの話、俺たちはこの地である人物に注目してたな。お、ほら、あいつだ。お前かよ。もしかしてマキシム・ルーガン選手。俺もこいつ大好きになってんだけどさ、面白いでしょ。あ、 Z1 の人本当に有名人だったんですね。バンさん、あー、今度はこいつに、あれか、ドロリーちゃんを押し付けちゃうのが。どうしてレッドシューティングスターがここに。レッドシューティングスターって名前つけてんのに、乗ってる車はね、車種レッドスターじゃないんだね。会社。ああ、そいつは守秘義務があるから言えねえな。だが、あんな有名人が一人でコートに来て、あんな風にぶらついている。ちょっとおかしいと思わねえか。物は言いようですな。確かに。残念だが、俺たちは別件が入って、ヤッコさんまでは追えねえんだ。悔しいが、リンゴのよしみもあるし、お前さんに譲ってもいいぜ。でも私は政治記者志望で、それに、それこそゴシップ誌みたいな。タイレルだって芸能スポーツ面はあんだろ。何か掴んだら手軽だし、希望部署にもつながる。それに、リンゴの得意分野を学べるチャンスかもしれないぜ。
かりました。確かに私も芸能面は疎いですし、チョロイン。やっぱりこいつもうデュバリーだな。ルールを破らず、プライベートに踏み込まず、必ずや何らかのネタを掴んでみせます。そうすればリンゴさんも私のことを見直して。おう、その息だ。そんじゃあ健闘を祈るぜ。情報提供ありがとうございます。ああ、この無垢な笑顔が。待ってなさい、今度こそ大スクープを掴んでやるんだから。この走り方かわいい。なんだかかわいらしい人でしたね。私よりちょっと年上くらいでしょうか。いえ、記者なら多分二十歳以上だと思いますけど。子供に見えたってこと。バンさん、また罪作りな。嘘は言っちゃいねえぞ。ま、特に何もなさそうだからだな。面倒も片付いたことだし、改めて掲示板をチェックするか。面倒扱いは面白い。はい、わかりました。いやー面白いな本当に。おー、やっぱ意外とね、そんなに高くはないな。オルキスタワーのなんかもう半分以下ぐらいな気がする。で、あ、アーニャちゃん、アーニャちゃん型モブだ。ファッション。さてさて、ここはどんな感じでしょう。あーな、結構高低差があるね。クエストがあそこにあって、あれが、あれよね。どれだ。あれがあれよね。何をするの。あ、違う。うん、新市街の公園って言ってるから、ここが公園なのか。ちょっと一通りどんなマップなのか歩いてみましょう。トリシア、あ、ドロリーいるし。あれ、見失った。マキシムさん、あー、いい曲。ここに行くとイベントが進んじゃうのか。お前また女引っ掛けてんのかよ。このポーズよ。これはラグポートステーション。あ、駅か。クーロンデパートメントストア。ほう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 。あ、ここがあるか。さっき、あの人といたところか。ふん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 。なるほどね。こんな感じの地形か。よし、じゃあ、マラソンしていこうかな。あ、なんか、ウーバーイーツみたいな人いる。配達員、アンソニー。てか、なんか、あれだね、アクセサリーでこれ持ってたね。俺ら。あ、やっぱりなんか探してるね。見失ったか。レッドシューティングスター。一体どこに行ったんでしょう。スクープがあるなら、なんとか一言聞かないと。でも有名人を追いかけているの、これじゃあやっぱりゴシップ記者っぽいかも。っぽい気もか。うん。でも、もしマキシム・ルーガーにやましいことがあるなら、それを暴くのもある意味正義の。ふふ。ふんふん。あ、ヒアですよ、ダウニー。ここに来てるんだ、君たち。おー、レッドスターの、これか?この赤いやつか?レッドスターの限定モデル。ユニファとグレアムに勧められて、試乗して以来の念願がついた。おー、よかったじゃん。これが噂のレッドスター直営のディーラーからしか買えないってやつですか。でも、その大金どうしたんですか?結構の値段だったと思うんですけど、ローンを組んだんだよ、15年のな。貯金が貯まるまで、なんてとても待ってはいられねえぜ。うへー、マジっすか。その思い切りの良さはさすがっすね。あー、車15年乗るのは結構きついんじゃないかな。グレムさんもローン組んだって聞きますが、ダウニーさんそれ以上じゃないですか。うん。それでもしかして急に俺呼び出したので自慢飛んじゃう。
それはだな、俺がここまで乗ってきたその旧車をお前に譲って、マジか。あー、このボロボロのやつ奥の。うん。でもよかったじゃん、一応車ゲットできて。え何前にいろいろあった。さてと、何、事故車か、事故車かなこれ。いや汚ねえな、それにしても。さあマクシムさん、さてこの後はラングポート郊外で華麗な走りをご覧に入れようか。海風を浴びながら走る赤い流星レッドシューティングスター、きっと君たちも虜になるはずさ。キャー素敵ー。でも海風といえばボートにも乗ってみたいわ。ははは、任せるがいい。この僕ならモーターボートもお手の物。明日にでも会場を流星のごとく疾走する体験をさせてあげよう。何、明日も含めて時間はいくらでもある。たくさんの名所を華麗なる疾風ハヤテとともに巡らせてあげようじゃないか。いや本当面白いなこの人。結構なお気に入りキャラだね俺的に。あー、ギルバートとかな、ミクリア枠だと思うんだよな。となると最終的に、ね、しかも乗り物も乗るわけでしょ、あの G アパッシュとかみたいにさ。ということは最後の最後で、ね、バンたちになんか車とかでギャーンってなんか駆けつけてなんか脱出のね協力とか手立てをなんかねしてくれるんじゃないかなって予想してます。こういう水辺の食事どころか、俺こういうシチュエーションすっげー好きなんだよね。てか基本的に水回りっていうか、あのね、あの海とかそういうね水辺のものって俺好きなんだよね。だから動物園より水族館みたいな。いやー、高校の頃はイルカの調教師になりたくて頑張ってたな、しみじみ。冬季日の思い出。あ、遊撃士ギルドこんなとこにあったんだ。へえ、入ってみよう。うん。遊撃士シャオリン。へえ。ほうほうほう。あなたは？カルビン。うん。2階は？2階は誰もいないか。お、あ、もしやあなた方が首都からいらした解決屋さんですか。うん。え、ギルドの方々もご存知だったのですか。まあ実は平遊へ方面からあなた方が来るとはそれとなく知らされていましたね。ほう。まったく、一応は対立する間柄なのに余裕を見せつけてくるものですよ。ふん。ふん。その分じゃ相変わらず連中に出し抜かれてるみてえだな。否定はしませんが、だからどうという話でもないでしょう。我々ギルドは市民を守るという使命を果たすのみですよ。それに今回の来訪こそ平ゆえより聞きましたが、あなたの噂は不動より伺っていますしね。ははは。ジンガか。少しばかり買いかぶってる気もするが、いえいえ、ジンさん含め総支部の方々よりグレイユ村での活躍なども聞いておりますよ。まあコートでの皆さんの動きもこの機に興味深く見させていただきます。あんたも意外と食えなさそうだな。まあ遊撃士協会の受付をしている時点でな。ホテルクーロン。あー、この人クエストの人か。依頼か。どこ宛てかわからねえが、念のため掲示板を確認してみるか。
では少しお待ちください。いらっしゃい。なんか新しく買った方がいいかな。あー結構がっつり上がるな。あーこれちょっと3人分買っておきたいけどお金がないんだよね。テピスも交換金、あそっかそっかそっか、これがあったな。これ系のやつでもらえないかな。ユーマテックか。あー来た来た来た、テピス会オッケーオッケー、ありがとうありがとう。あとあ、うわ、俺こっち全然やってないじゃん。100。わあ、やべえ、めっちゃうめえ。ありがてえ。あ、俺全くやってなかった。うわ、めっちゃもらえんじゃん、やば。あ、これはもう一気に金に余裕ができるね、これ。うわ、待って待って待って、やべえやべえやべえ。思った以上にもらえる。これ、こっちは言うまってか。うん。こんなもん？めっちゃもらえたんじゃないこれ。あ、間違えた間違えた。換金で、1700もあるよ。オッケー。あー、一気に余裕ができた。じゃ、ちょっと3人分の、こっちかな。これ、スイカ服でいいのかね。これを買っとこう。はい。バン装備させて、はい。ダニエスも買わせて、はい。こんな感じでどうでしょうか。この辺はとりあえずいいかな。武器か、武器、そんなに上がんないな。武器は一回見送りでいいかな。武器全部集めるトロフィーとかないよ。カスタマイズもまあ、まあ、こんなもんで、オッケーオッケー。15,000残った。このなんかアナウンスでずっと流れてんのこれ、ファイングワンリンって言ってんだこれ。うん。今日は何にしますか？あ、贈り物あるじゃん。琥珀のタイピン。琥珀の飾りがついた繊細なタイピン、素敵な雰囲気を醸し出す。金形状なんだ。オッケー。あー、レッドペン、ちょっと欲しいなー。もう一個、あ、一個持ってるけど、もう一個持っときたいけど、まあまあまあ、とりあえずまだ大丈夫？まだ困るところはそんなにないから。まあ、とりあえず、保留で。で、持って、金系手に送るのにいいかもしれないな。はい。気が利くじゃないか。イエス。金ケイ。これでマラソンは全部終わったから、じゃあクエストの方ね、進めていこうか。公園の方だから、こっちの方は、なんか赤くなったり緑になったりするんだけど。公園の方にね、行ってくれってやつは、多分ここだよね。こっちの方だよね。よし、じゃあ早速、やっていこうか。てて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 、いい曲だな、これも。ここだよね。ここがニールさんが指定されたという公園区画ですね。ああ、ここの海に面してるベンチに荷物を置くように言われたんだったな。はい、それじゃあそろそろ時間ですし、行ってきますね。はい、気をつけてね。そばで見守っていますけど、どうか気をつけてください。はい。トラブルが起きた場合は、臨機応変に対応してくれよ。はい。それでは作戦開始します。まあまあ。ヘリちゃんだったら大丈夫でしょ。あ、誰か見てる。お？新しい登場キャラクターか？あ
の人が荷物の引き取り役みたいですね。どうしましょうか、バンさん。もう少し距離を空けてから後をつけるぞ。おう。うん。わあ、うさんくせえ。こちらになります。怪しい中年男性。ああ、よくやった。指定した通り、配達人は別のものをよこしていたか？ええ、最初の男とは別のもの。それも子供が荷物を置きに来ました。ヘイユエの方も感づいた様子はなく、問題ないと思います。ふん。あいつが麻薬を欲しがってる諜報人ってところかね。あ、中身は本当に麻薬だったのかな？ひとまず、私たちのことは気づかれていないみたいですね。他に潜伏している敵もいないみたいです。突入しますか？あ、行くぞ！よし。え？制圧開始。おー、ヘイユエ！マジ？あらららら。くそ、どうしてここがわかった？しくじりやがったな。話せ、ヘイユエどもが。いつも邪魔しやがって目障りな。あら。あなた方は、ヘイユエの。気配に気づけませんでした。俺たちはいいように転がされてたってわけが？いや、あの依頼にニールが泳がされてたって方が正しいのかね。ま、手間が省けて助かったぜ。ええ、あの男が裏解決屋に依頼をしたのは好都合でした。面倒ごとに手間を取らせて申し訳ありませんでした。後のことはこちらに任せていただきたい。それでは重要参考人であるあの男、ニールを引き渡してもらおうか。え、あの人は何も知らずに巻き込まれてしまっただけですよ。ラングポートに荷物、あ、薬物を持ち込んだ責任があるとはいえ、あまり厳しいことは。情状酌量の余地があるとはいえ、等しく裁かなければならない。これはヘイウェイの流儀だ。よそ者には黙って従ってもらおうか。あー、ここで選択肢かな。依頼人を助けるってのが今回の依頼だ。ヘイウェイに引き渡すのは論外だ。俺たちの立場なら説得の余地もあるだろうが、この手合いには力で示した方が話が早いかもしれねえな。その場合は俺たちが負けちまうリスクも負うわけだが。ああ、なるほどね。まあじゃあ上のヘイウェイ構成員を説得するの方で、勝負を申し込む方もやりたいけどな。こっちは2周目で。よし、これで行ってみるか。悪いが、俺たちは白でも黒でもね、裏解決屋だ。仕事に関して兵衛の流儀に従うつもりはね。巻き込まれただけの依頼人が裁かれるのは割に合わねえってのがこっちの見解だ。うん、ならばどうするつもりだ。ここは妥協案といかねえか。こっちからの要求としては、依頼主の身柄の安全だけは保証してもらう。虫が良すぎる提案だな。ああ、だからペナルティとしてラングポートへの立ち入りを禁じるのはどうだ。期間はそっちで決めてくれて構わねえ。ここいらが落としどころかと思うんだがな。よそ者が何を言おうと言語道断。ですが、皆様は他ならぬルー家のお客人です。耳を傾けぬわけにもいきませんか。それならニールには1年の間ラングポートへの立ち入りを禁じます。その禁を破った場合のみ叱るべき制裁を加えましょう。ああ、それで構わねえよ。ふう、これで丸く収まりそうですね。ほほ、よかったや。もともとこのね、地域の人じゃないからそんなに辛くはないんじゃないか。あのヘイユエと交渉してくれたんですか。ああ、一年の間はラングポートへの立ち入りは禁じられちまったかな。念のため用意ができたらすぐに町を離れた方がいいかもしれませんね。少し不便になりますけど、この町の住民じゃありませんしね。もうヘイユエに追われることがないだけマシです。本当にありがとうございました。今回のことに懲りたら、もう怪しいバイトには手を出すんじゃねえぞ。骨身に染みてます。何はともあれよかったの。さすがはバンじゃ。それに助手の方々もな。どれ、心ばかりじゃが、私からもお礼をさせてもらおうかの。ほう、
おー、つるつる二豆腐。わあ、ありがとうございます。やれやれ、こいつらはともかく俺はガキじゃねえんだがな。いや、一番喜ぶのは君でしょ、きっと。ほほ、私からすればバンもまだまだ子供じゃよ。子供扱いされてるバンさんって新鮮です。僕からの報酬は後できちんと皆さんの口座に振り込ませていただきますね。それじゃあ改めて皆さんありがとうございました。それとパオバーさんも本当にお世話になりました。また挨拶に来れるのは1年後になりますけど、その時は地元のお土産を持って会いに行きますね。あ、楽しみにさせてもらおうかの。それではニール、バンたちも達者での。おお。任務完了。お疲れ様でした。綺麗にまとまってよかったね。クエスト、とある荷物についての相談を達成した。ああ、グレイがプラスプラスか。ということは、戦う選んだらもうがっつりカオスに行くわけだね。うん。多分ニールはもういなくなっちゃったよね、すぐ。ああ、うん。三人だし。とりあえずここにはいないね。新市街の方には行きましょう。新市街の方にも増えてるモブはいませんね。ということで、このクエストはマラソン後の、あ、違う、ね、クエスト後のマラソンはなかったということになるかな。よしよしよし。じゃあね、もう一回、東方神社に戻りまして、で、港の方にあったね、もう一個のクエストの方、やっていこうか。うん、これよね、これ。この渡し森の人ね。お待たせ、私森さん。おお、来たな、裏解決や。アシェン様から話は聞いてるぜ。あそこに救っちまった魔獣の討伐を依頼されたんだってな。ああ、おおむね、そんなところだが、あそこってのはどこのことなんだ？おっと、アシェン様から聞いてないのか。海食堂っつ海の上にある離れ小島のことさ。ああ、なんか最初のマラソンで、なんかあなたが言ってたね。それなら前に観光で来た時に聞いたことがあります。特殊な自然地形を楽しめる上に不思議な伝説もあって人気の場所だとか。不思議な伝説か。なんかあれだな、後々それも出てきそう。ああ、まさにその人気の観光ツアーに影響が出ちまってるんだよな。一匹の大型魔獣が現れたせいで弱い魔獣もたむろするようになっちまった。当然観光ツアーは中止。魔獣がいる限り再会の目処も立たずってな。で、それを気にかけたお嬢様が俺たちに依頼を回したってところか。うん。まあ、俺たちが手伝わなければそれこそヘイウェの構成員が片付けるだろうが。でもせっかく頼まれたお話ですし、力になってあげたいです。うん。ははありがたいが、ゆっくり考えてくれよな。お嬢様も余裕があれば頼みたいってことだったみたいだしよ。海食堂に向かうときはそこにあるボートを使ってくるよな。うん。海食堂に着いたらツアーガイドが待ってるから道に迷うことはないはずだぜ。あれか、ランマ2分の1みたいな、あの受線橋の案内人みたいなそんなやついない。なんとかあるよつって。あ、ガイドの方が同行してくれるんですね。うん。状況は分かった。あとはこっちで検討してみるぜ。うん、なるほどね。あとは変わらんか。よし、じゃあ早速行ってみようか。ボート。海食堂にいる魔獣の討伐を依頼されたんだったな。依頼を受け負って飛ばしに行くか。はい、やめる。毎回これやめるって選んでるの俺しかいないんじゃないの、実況者ってひょっとして、ね、断った時のセリフがあるかもしれないしね。はい、
会食堂のツアーコースに魔獣が湧いて困っているそうだ。原因となっている最奥にいる大型魔獣を倒してほしいそうだが、はい、右京。動力ボート、ああ海に行って、ちょっとあれだな、釣りしてな、海釣り沖に行って。へえ、一気にガラッと変わったステージ。わあ、ここが会食堂ですか。てかこれ会食堂で合ってんの？俺ずっとその読み方してるけど、実際に来るのは初めてですけど、本当に不思議な地形をしていますね。ほん、ええ普通にいる。裏解決屋の晩様ご一行ですね。会食堂へようこそお越しくださいました。もうバリバリのツアーなんだね、これ。この度ガイドを務めさせていただくクアンと申します。ああ、よろしく頼むぜ。それでは早速皆様を会食堂にご案内しましょう。まずは前方に見えます2つの通り穴をご覧ください。長い年月をかけて波によって削られ、岩の脆い部分からこうした穴が開きまして。ん？ああ、客だと思ってるわけか。ん？いやいや、ちょっと待ってくれ。なんか普通にガイドされてねえか、俺たち。てっきり問題の魔獣がいる場所まで道案内をしてくれるガイドだと思ってたんだが。はい、もちろんです。この後例の大型魔獣のもとにご案内しますよ。ですが皆様はヘイユへの大事なお客人ですし、依頼を引き受けていただいた恩もある。うん。そこでツアーを満喫していただきながらご案内するようにとのお嬢様から私がありました。あ、結構余裕あるんですねこれ。なんだそりゃ、通信で言ってた少しは楽しめるってのはそういうことかよじゃあちょっとね、楽しませてもらおうか。でもありがたいです。観光しながら会食堂を歩けそうですね。でもそういえば問題の魔獣以外にも魔獣がたくさん集まってるそうじゃないですか。うん、あ、普通にでもマップ回る感じだよね。てかもうそこにもう休憩があるしね、左に。ガイドのお姉さんも一緒に来ると危険なんじゃないですか。うん。その点は心配ご無用です。うちの観光会社の経営者はヘイユエ、そして社員もまたヘイユエの人間なんです。ああ、なるほどね。あなたもちょっと武術の立ち並みが弱いですけど、ヘイユエの人間なりに自分の身を守ることくらいはできますから。頼もしいね。へえ、そういうところはラングポートならではだな。ヘイユエのお膝元ですもんね確かに組織の存在がそこまでに浸透しているのは、少し怖い話ですけど、うん、この場合は位置か姿勢ではなく。それでは早速ガイドに戻らさせていただきますね。ところで皆様は会食堂の伝説をご存知ですか？ああ、先ほどのね。いえ、伝説があるということしか知らないです。でしたら説明させていただきましょう。おう、遥か昔のお話、会食堂にはとある伝説がありました。採用には風霊の破石が眠っているというものです。うん。へえ、なんだかすごそうな石ですね。それは会食堂の特殊な地形が気を集め、果てしない時間をかけて形成された結晶体。ほう。神秘的な美しさを誇ると同時に、恐ろしいほどの魔力を持っていました。その力は人のみならず魔獣をも引きつけ、いつしかこの地に化石の力の恩恵を受けた強大な魔獣が、跋扈するようになったのです。うん。それは大変ですね。ラングポートの人たちは大丈夫だったんでしょうか？はい。それでも何人もの傭兵や盗賊団が破石を求めて、これ破石でいいのかな？求めて会食堂に挑みました。しかし、生きて帰った者はおらず、立ち入ったが最後の禁忌の地と化したのです。うん。なんだか恐ろしい伝説ですね。もっと夢のある伝説かと思ってました。で、今からその風魔殿を案内してもらえるっつうわけだな。福魔殿か。今回ちょっと難しいね。あの読み方が多いね。はい、今回は魔獣が湧いているので臨場感がたっぷりになりますね。難しい感じっていうか、これで読み方が合ってるかっていう感じだね、どっちかっていうと。とはいえ、一番厄介なのは採用にいる大型の魔獣だけですから、道中襲われたとしてもサクサクっと倒して奥へ向かいましょう。ええー、頼もしいガイドさんですね。つっても魔獣を倒すのは俺たち任せだけどな。うん、腕が鳴りますね。なんだかワクワクしてきました。それでは早速会食堂ツアーへご案内しましょう。まずは向かって左側の穴を抜けていきますよ。もう元気じゃんこの子あ、一旦町へ戻りたいときは、ああなるほどね、戻ることもできるのね。クアンが同行者になった同行者もさ、あれ後ろにいてくれるといいんだけどね。へえ。
いいな、こういう場所にさダイブしてちょっと海中を探索したい。またそういう系のゲームもなんかやりたいな。配信でやろうかしら、アンチャーテッドとか。よし、じゃあやってこうかな。あ、結構、うわ、宝箱めっちゃあんじゃん。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。え ?13。13個もある。めっちゃ多い。意外と広いんかな。休憩してと。よし、じゃあ、やっていくか。行きます。あ、間違えた。クラゲっぽいな。あ、間違えた。久しぶりの戦闘すぎてボタン間違えた。よし。よし。上できた。決まりましたね、バンさん。あ、柔らかいこいつら。見た目通りの柔らかさ。あー。でもなんかもうイベントだな。イベント判定に引っかからないように。さあ、来たまえ。あれはい。てててててててあー、いい曲。コインバレットかな。コインバレットこれ優秀だよね。ててててててよし。あっ。いけなかった。イベントに引っかかってしまった。さて、皆様お気づきだと思いますが、道が複雑な地形になっていますよね。干潮時にはそこから水が引いて歩けるようになるんですよ。あー、俺そういう場所好き。へえ、つまり干潮時と満潮時、2回違う景色を楽しめるわけですね。うん。はい、実はそのことに関して伝説にも記されているんです。それは満潮時のこと。洞窟を訪れた者は魔獣に足をつかまれ、水面へと引きずり込まれて、逃れることはかなわず、待ち構えている多くの魔獣に食い殺されてしまうとか。食い殺されて、ですか。ええ。そして、干潮時には水の引いた場所に屍の山が積み重なっているそうです。人呼んで、水呼びの奈落。会食堂の第一の関門とされていたそうです。なるほど。まずはここで挑戦者の力と覚悟が試されるというわけですね。おう。つうか、物騒すぎんだろう。観光客はそんなツアーで大丈夫なのかよ。刺激的だと好評いただいていますよ。まあアトラクションみたいなもんか。それにこの伝説を見事に打ち破る青年の物語もありますから、そちらもぜひお楽しみにしてください。ほう、伝説破りの青年ですか。それは確かに気になりますね。あ、と油断してしまいました。うん。あれ、もしかして囲まれてますか。このクアンちゃんのね、技を見てみたい。ああ、少し前からな。だが、この程度の相手なら大した問題じゃねえだろ。はい、伝説に登場する魔獣とは訳が違うと思いますけど、水面に引きずり込まれる前に全員一掃してみせます。はい、足場に注意しながら頑張りましょう。すごい数ね。てん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 。お、先行取られてるか。なるほど、配合を取られた扱いか。ポイズンダンス。さてさて、そんな入らないな。それで3体でいいか。ドーン。うん、強い。毎回ちゃんと敵は全て制圧してるから、レベルの上がり方も結構あれだと思う。あれ入ってなかった、あいつ。あら、あら、申し訳ない。あ、ブーストだ、プラスだ。この時はもうね、積極的に使ってた方がいいよね。あ、違うか。このターンが来る前に使わなきゃダメか。そうしないと増えないか、あれ。ゲージは。うん。ちょっと間違ったね、もう俺やり方。てて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 。ふう、皆様お疲れ様でした。話には聞いていましたが、本当にお強いんですね。私は二人に追いつくだけで精一杯ですけど、そんな足場が悪い中、アニエスさんも動けてましたよ。
しかし結構な数の魔獣が湧いてやがるんだな。一番厄介だっつう魔獣にたどり着くまでそこそこ苦労しそうだぜ。でも会食堂を歩くのは楽しいですし、全然苦になりませんよ。うん、どんどん奥に進んでみましょう。もうフェリちゃんはな、こういうのはまあ好きだろうね、きっと。そう言っていただけるとありがたいです。それでは早速移動しましょうか。あ、ちなみに普段は溝に押した時用の救助グッズも準備していますから、ほう、会食堂ツアーにお越しの際は安心して観光してくださいね。わかりました。さて次は向こうか。じゃあ左の方から埋めていこう。ん、なんかギミックあるな。よし、とりあえずお任せください。ん？あ、上か、これ。あー、なるほど。じゃあ、こっちからはいけないか。ちょっとエマとアリサ呼んできてさ、弓打つふりしてまた落としてもらおうぜ、これ。お宝発見です。いい感じです。よし。お、家ペン美味しい。あー、なんかすんごい雰囲気のあるとこに来た。イースエイトのなんか最初の洞窟っぽいな、これ。うん、さてさて、皆様お気づきかと思いますが、右手に見えます岩の穴を覗くとラングポートの広大な海が広がっています。おー、よく見ると確かに。それにしてもここは少し変わった岩の形になってんだな。ええ、何せこの場所は第二の関門、伝説でも言及されているんですよ。薄暗い場所ですし、やっぱり怖い伝説なんでしょうか。ええ、伝説ではここは、ドクロガ関かと呼ばれています。会食堂の丘に陸に巣くう魔獣たちのねぐら、この場所もまた挑戦者たちの屍が積み重なり、床一面がドクロで覆われていたとか。まあ骸骨かな。そして、ムクロとなった者の魂もまた、この吹き溜まりでさまよい続け、いつしかムクロが動き出すようになり、助けを求めて岩陰に爪を立てたと言います。うん。そうして開いた穴がこの岩壁と言われており、溢れ出した怨念が夜になると周囲の海を血のように赤く染めたとか。うん。は、また一段と不気味な話だな。会食堂から人を遠ざける戒めとしては十分な内容です。伝説が嘘だったとしても、戦士の方々に、アルーシャ、翼の女神様の救いがあるといいんですけど。そうですね。後で説明しますが、実際当時は危険な場所だったようですから、うん。この地形に関しては、海に面している分、波によって削られた形をしているようです。きっと数百年後には岩がなくなって、開けた場所になっているかもしれませんね。なるほどな。と言いたいところだが、また集まってきたみてえだな。ほほう、ちょっと数が増えたよね。あ、本当ですね。もっと増えてしまう前に倒してしまいましょう。はい、クアンさんはどうか後ろに下がっていてくださいね。気をつけなさい。ででででで、好きにはさせません。さてさてと、うん、4体巻き込めないか。ヒートエッジだったらいけるか。これは効きますよ。あ、いや、あ、いける。いきます。いや、はい、強っ。火力を底上げしてるとはいえ、チャンスだ。あ、届かないか。エリアルバースター。これ好き、シャボンランチャー。お？どっかの波紋使いかな。シャボンランチャー。はい、ふう、これで周囲の魔獣は片付いたみたいですね。皆様お見事でした。さて、ここを過ぎればあとは本命を残すのみです。洞窟を抜けた後、しばらく歩いた先に第三の関門が、なんだ？あ、
そして現在は例の巨大な魔獣が住み着いてしまっている場所があります。あともう少しですのでよろしくお願いしますね。ああ、ぼちぼち住むとするか。うん。あれさっきとね、多分ね、俺の声のね質が違うと思うんだけど、一回中断してで寝て寝起きのままやってます。アーツ攻撃を進めよ。だから若干下も回らないという言い訳。ま、こんなもんだろ。あ、連機構。へえ、なんか新しい技ゲットした。これは超 EP2 か。さっき覚えたバンクーの技やってみようぜ。これ多分バフでしょ。これ連機構、連機&行動時 HP 回復。あー、やっぱバフだね。どれ。おー、あれか、なんかバン君が収めてるなんか憲法的なもののやつか。これなんかそれへんについてもな、もうちょっと早く語ってほしいところだが。お、これで初等化開通かな。良さそうな宝箱です。 EP チャージ2。これで初等化開通のはず。よし。よし。道が繋がったな。で、持ってだ。あ、ここにもなんか一個ある。あー、じゃあ、干潮時の時があるってことか、こっちも。なるほどね。まあ、とりあえず、戻るか。あ、セーブじゃない。早くだ。で、ここでセーブをして、皆さんお疲れ様でした。ここが本日のルートの採用、第三の関門にして大型魔獣の住処です。とはいえ姿は見えないようですけど。上か。いや、すでに見られてるぜ。油断するんじゃねえ。それってもしかして。来ます。カニか。わあ、出ました。ですが間違いありません。これが報告にあった大型魔獣です。だろうな。こんなのが何体もいたらたまったもんじゃねえ。あんたは後ろで待機しといてくれ。行くぞ、二人とも。はい、狩り甲斐がありそうですね。カニ鍋にしてやるぜ。